はいさいはいさいマキです。シューターです。はい、本日も二文字生活元気よくやっていきましょう。始まりました。いや、近いですね。ありがとうございます。近いですね。ありがとうございます。いや、もうめちゃくちゃいい匂いするね。するな。今日はね、沖縄県の合わせに来てます。合わせに来てます。合わせかな。うん、沖縄市では当たってますね。はい。合わせに来ておりまして。はい。今日はね、ちょっと唐揚げのめちゃくちゃ美味しいお店をちょっと紹介したいと思います。はい。もう金賞とかね、いろいろあるみたいなんですけど、このお店最高金賞を取っております。金賞の上。はい。その名もカリッジュ合わせ店でございます。カリッジュさん。いやー、もう聞いたことある人もね、たくさんいると思うんですけど、こちらの店舗4月29日にオープンしたということで、まだ出来たてほやほやのお店でね、今回はちょっと紹介したいということで、僕から来ております。それ早速ね、店内に入っていろいろメニューを見ていきたいと思います。行きましょう。本日ご紹介するのは唐揚げ専門店唐揚げ屋カリッジュ。日本一になった唐揚げが楽しめます。早速店内行ってみよう。2022年4月にオープンしたばかりの新しいお店。作りたてにこだわり、いつでもあちこちを提供。唐揚げの単品や弁当もあり、メニューも充実。豊富な種類から選べる日本一の唐揚げ。フレンドリーな店長のこだわり商品盛りだくさん。早速メニュー見ていきましょう。店内はね、これから入るんですけど、はいはいはい、店内はこんな感じでございます。はい、すごい。ちょっと待つという感じになってて、メニューもね、本当にたくさんいっぱいあるね。まあこれがね、オーソドックスの骨なし唐揚げ、定番でございますよ。ね、この単品の唐揚げもあるんだけど、弁当もあるとかね。ヤンニョムチキンとか、あと弁当もあって、見てください。先ほどちょっと話したんだけど、ここです。最高金賞受賞。受賞しまくりじゃない、これ。もう13、14、15、もう22まで金賞は受賞してるから。めちゃくちゃしてるな。もうすごいよ、レジェンドよこれ。アーネスト・ホーストよりもすごいからね。もっと早めに言うかなと思った。ちょっと食べた。で、もうメニューの方で先に注文させていただいたんですが、まあこちらで注文する形になってて、そうそうそう、まあ上のやつね、まあこういう感じでメニューがありますと。はい、ありますね。で、今日注文させていただいたのが、まずこちら、ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン。甘カレーだれでめちゃくちゃうまいということで、こちら注文して、で、あと弁当もね、2つほど注文してて、まずこちらの唐揚げ弁当の大を。大ね、頼んでおります。しかもご飯は大盛り無料ってすごいよな。やばいよね。プラス50円でなんかソースも変更できるということだったので、店長さんおすすめの明太マヨ唐揚げ弁当に今回はおすすめいっちゃいました。はい、しております。そしてあと一つ、こちらデラックス弁当。唐揚げ3個にエビ2本にコロッケ1個がついてると。これはマジでデラックス。それで650円はやばいよ。安いって。これもね、ご飯大盛りにしておりますと。はい、ということでこんな感じでね、今日は注文させていただいているので、もう少しメニュー待っていきたいと思います。ありがとうございます。いや、もりもりよ、これは。すんごいのよ。素敵なね、はい、隣にあるということで。聞きましたね。ちょっとワープしていきたいと思います。行きましょう。せーの。18来ました。ここは。合せの運動公園。はい、もう後ろ海ですから。ちっちゃい頃だ。そうそうそう。よく来たよね。で、カリッジュ合わせ店のもう本当に隣よ。すぐ隣だね。そうそう、ワークする必要もないぐらい。歩いても来れる。まあちょっと海のところ食べたかったけど、暑すぎる。あれはね、オフショットで見せますわ、綺麗さを。櫓があったので、はい、行きましょうか。はい、ということで、いい場所見つけたんでね。はい。ほら。広いのよ。広いのよね。もうね、全然一角だから。はいはいはい。そこ運動公園マジで広いから。マジ広いよね。キャンプできるから。入ってすぐのところですから。そうそうそう。はい、ということでね、せっかく椅子もあるんでね、こちらで食べていきたいと思います。じゃあ一つ一つちょっと紹介していきます。はい。じゃあまずこちらですね。唐揚げ弁当大のトッピングに明太子マヨをつけております。つけております。スタンダードにね、タルタルソースはもう最初からついております。そう、ご飯も大盛りもね、無料って言ってたね。やばいよな。てかもう入ってないからさ、入れきれなくて歪んでるのよ。そしてこちらデラックス弁当。はい、デラックス弁当でございます。いろんなね、おかずが入ってるっていうことで、そうですね、お得だね、これもね。こちらもチーズマヨソースをつけていただきましたということで、お米もね、大盛りにできるということですっごいボリュームでございます。そしてこちらヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン、甘タレタレのね、美味しいやつよ。まあ普段は4つ入りなんですけど、店長さんのサービスで1個増えております。はい、ご好意で1個増えております。あざす。ということでね、早速食べていきましょうか。はいよ。いやー、めちゃくちゃ晴れてるな。そうそう、むしろ暑すぎるっていうか、梅雨どこ行ったのって感じが、ね、沖縄梅雨入ったからねこれまあ中休みというかね、うん、また明日から大雨みたいですけどね。らしいね。はい、こちら唐揚げ弁当大になっております。ボリューミーよこれ。すごくない？これで700円でしょ、うん、しかもライス大盛りは無料なんでね。そうそう、弁当はね大盛り無料で、さらに食べたい人は特盛りプラス50円でいけるって言って、すごいな。もうこれでも多いけどね。確かにな、うん、これ昼食べたら元気出るよ。午後元気出るわ。あのね、唐揚げでかくない？でかいな一個一個でかくない？しかもこれが金賞、うん、最優秀金賞を受賞した唐揚げでしょ。金賞の上ですから、上ですから金賞の上の金賞ですから、レジェンドですから。はい、じゃあいきたいと思います、はい、まあタルタルソースにね、スタンダードの一回つけてみようかな。なるほど、つけていくと、うん、つけていきます。いきます。うん、めっちゃいい音。うまっ、うまっ、デージサクサク、柔らか、もう半端ないよこれは。俺食ってる最中に頭に虫が乗ってたらしいんだ。ポケモンからどこからか飛んできよったね。落とすのに必死なりすぎてごめんとしきれんかった。びっくりした。なんか頭キラキラしてるなと思ったのよ。一発目のさ、噛む瞬間って一番大事だもん、動画的に。確かにね、噛んだ瞬間虫が上に乗ってるからさ、噛んだ。めちゃくちゃうまい。はい、柔らかいしカリッとしてて、さすが金賞の上の金賞。はい、最優秀金賞ね。最優秀金賞、本当に一個一個でかいな。でかっ、中はもうジューシーって感じでしょこれ。そう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 、すごいバランスにね、うん、こだわってるらしいですね。うまっ。まあカジッチュさんはね、うん、県外にもめちゃくちゃいっぱいある。そうそう、フランチャイズということで、うん、全国で何店舗かな、80以上だったはずよ確か、うん、すごくない？すごい。で沖縄にもね、合わせてまあ大体9店舗ぐらい、うん、台湾にもあるって。台湾にも行ったんだ。うん、これは空飛ぶ唐揚げになっちゃった。そうそう、すごいよね、うん。も店長さんが、まあ、これおすすめって言ってたんで、うん、明太子マヨかな、こうやってね、そうそうかかってるんでね、こういう感じでね、うん、その違うカップに入れてくれるので、そう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 、こうやってつけて、ああいいねいいね、絶対うまいんだよな。うわー、結構つけたね。やばいよ、たっぷりよこれ。うん、あうまっ。さあ明太子マヨどっぷりつけちゃいましょう、贅沢に。さあ取れないこうだ。うん、一口でいきました、うん、さあすごいいいコメントを出せるのか、すごいいいコメントを食べよう、うん、はい、ということでヤンニョムの時間がやってまいりました。はい、はい、これですよ、見てください。うまそうだねこれもまたね、タレが甘辛なのかな、ヤンニョムって。うん、そうだね。はい、じゃあちょっといっちゃいましょうか。はいはいはい。うわー、柔らかそう。マジは、うん、あ、うまいな。甘辛。あ、結構ピリ辛だね。さすが韓国の唐揚げって感じ。うまい。はい、ということで、俺のターン。はい。食べるのはこちら。デラックスね。DX 弁当。うわー、ボリューミー。デージ X 弁当ですから。X ちゃんと言おうぜ。X までちゃんと言おうぜ。X は思いつかんじゃない。もうどでかみによどでかみに。でね、ソースもついてますと。デラックスって名前ついてますから。見てください、もうコロッケとかさ。やばいな。エビフライとかついてるから。で唐揚げもね、3個入ってますと。店長さんが言うにはコロッケも自信あるぜみたいな。揚げ物はね、間違いないでしょ。じゃあいただきます。はい。一発でいく。喋る気ないぞこれは。一口でかいからな。喋る気ないぞ。ジューシーでしょ。しかも今何もつけないで食べたけど、確かに白米そのままいけるね。程よいしっかりした味付けがあってうまいわこれ。いや唐揚げうまいのはもちろんなんですけどね、はいはいはい、店長さんが言ってた、はい、この伝説のコロッケですか。伝説って言ってたっけ。伝説のコロッケ。おお、いっちゃいますよ。はいはい、おお、合わせの伝説どうすか。合わせの伝説。合わせの伝説どうすか。コロッケうま。シンプルにうまい。おお。なんか牛肉コロッケかな。うん。全部ね、何もつけないでいける感じなんだね。もうつけません。もうつけてもらったけどつけません。つけようそこは。うま。いきましょうこんな感じね。いいね。わ。もういっぱいつけるよ。おいいね。おお。うわあ、また違った感じでうまいね。いいな、チーズが良いな。本当にジューシーよ。やばい、さすがチャンピオンですね。さすがチャンピオンですね。確かに、もう僕はカリジュさんのことチャンピオンと呼ぶ。チャンピオン今日からチャンピオン、チャンピオン合わせ店という。チャンピオン合わせ店。名前が変わってくるから。名前変わってくる。他の店舗ももしかしたらチャンピオンいるかもしれないですね。確かにね。統一王者です。統一王者。はい。四団体の。四団体パッキャオです。パッキャオは四団体をしてない。してないしてない。ゴルフキンぐらい。してない。にわか。はい、ということでごちそうさまでした。結構ボリュームあったね。もりもり食っちゃったけどさ。俺大盛りで700円だったでしょ。安いって。確かに確かに大満足よねこれね。全部食えましたけどね、めちゃくちゃ美味しかった。そして店長さんからお得な情報なんとちゃいました。なんと煮干し生活を見ましたよと伝えるとですね、5個入りの唐揚げ、どれでも OK らしくて、1袋サービスするみたいです。そう、チャンネルをね見てきましたよって言ったらサービスするということでしたので、何か弁当だり何か買いに来ましたプラスこの唐揚げがついてくるということで、そうそうそう、もうやばいよね。サービスも1つ500円とかするからさ。いやいや、5個の1袋がサービスになるわけですよ。期間が動画配信が日曜日なんですけども、本日から火曜日まで、そう月曜日と火曜日までね、17日までですかね。はい、めちゃくちゃ店長さんたちの気合が半端ないから、そうそうそう、絶対に来てほしい。めちゃくちゃ美味しかったからさ。めちゃくちゃ美味しいし、しかも買って近くに県庁あるさ。そうそうそう、雨降ってなければ。そう、梅雨だからちょっとそこら辺は保証できんけどね。はい、というわけで営業時間の方を紹介して終わりたいと思います。営業時間の方がですね、オープンが10時から20時までやっております。で、今ね、オープンから5月の17日までは休み一切ないらしいんですよ。そう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 、言ってたね。ぶっ通しでやってるみたいで、まあそれ以降はね、毎週水曜日がお休みになるみたいですね。はい。駐車場もですね、お店の前に何台か止められますので、そちらでもね、ご利用してくれると嬉しいなと思います。はい。で、インスタグラムとかもね、インスタグラムもやってるので、そちらの方もね、ぜひフォローしてください。はい、よろしくお願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。ちょっとね散歩してますけど、いやー犬とかもいっぱいいるしね。ピットブルがいっぱいいた。怖い怖い。散歩コースなのよ。そう、もうすぐそこが海だから。ほらやばすぎよ。やばいよね、最強やん。マキ離島あるぜ、離島、ちっちゃい離島。あ、確かに確かに確かに、いけるんだはずな。でね、ビーチじゃないけどさ、はいはいはい、砂浜がありますと、微妙にちっちゃい砂浜だな。これちょっと高かったな。ベッド食えそうだな。確かに確かに、ここで食えてもよかったな。ちょっと日が落ちてるっていうのもあるけどね。はいはいはい。こんな感じでね、天気がいい時は合わせの海が一望できますと。すげえぞ。めちゃくちゃ静かでさ、でいっぱいなんか養殖してんのかな。あ、わかめとかね。うん、あっち側ね。こんな感じでね、ゆっくりできる場所もありますと。はい、はい、ということで、バイバイ。適当だな。唐揚げやカリージュめちゃくちゃ美味しいんで、みんな来てねー。